マヌエル・アサーニャディアスは、スペインの弁護士、政治家。スペイン第二共和政首相及び、最後の大統領を。1880年1月10日、スペイン中部アルカラデ・エナーレスの裕福な家庭に、生まれたものの、幼少の時に親を亡くした。1897年に、サラゴサ大学で弁護士の資格を、取得。1900年に、マドリード中央大学で博士号を得た。 その後、左翼共和派の代表的な政治家として台頭し、1931年に、スペインでボル防王制が崩壊すると、新たに成立した、共和国政府の陸軍大臣を経て1936年に、首相に就任した。当時のスペインは、革命後の政治的混乱から暴動が頻発していた。上、著しく拡大していた貧富の差の是正、近代化改革の妨げとなっていた。 カトリック教会への対応など課題が山積していた。アサーニャが推進しようとした改革は、貧民層を満足させるに至らなかった上、資本家、軍、カトリック教会などの保守層から反発を招き、成果を残せぬままスペイン内戦により、政権崩壊へと至った。1939年には、内戦の敗北を受けて、フランスのパリに亡命。翌年に、 同国のモントーバ版で隠しし、同地に埋葬されたが、微信政権は彼を国家元首の儀礼を持って、葬儀を行うことを禁じた上に棺を、スペイン共和国の三色旗で包むことも許さず、代わりに、親共和派であった、メキシコの国旗で包まれた。彼が長年にわたって付けていた日記が2000年に出版されている。モントーバ版に葬られたアサーニャの墓。ありがとうございます。